楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は右の石橋、対するマリーンズの先発は左の小島、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の石橋マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは荻野、背番号0。第9球投げました。初球はストライク、まずは入れてきました。投げました。2球目ストライク、これで追い込みました。投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライナーだ。荻野ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号2。第2球投げた、ボール。イーグルス、ここはバントに警戒します。タッチはセーフ。もう1回一塁へ牽制球。第3球を投げた、直球ストライク、インローへ追い込んでいます。第4球を投げた、打った、引っ張った、グーンと伸びて右に切れました、ファー。投げました、ボール。さあ6球目、あーっとショーフライになった、取りました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号8。投球これから5球目、これはバットの根元、ライナー、センターからサードへ、中村、いいバッティングを見せました。イーグルス先制のピンチを迎えます。背番号54。第4球は見送ってボール。さあ投球は5球目、打ちました、内野ゴロ、石橋掴んだ、一塁送球、一塁はアウト。イーグルスなおもピンチが続きます。山口、背番号51。次は4球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。イーグルスまずはゼロに抑えました。2回の表、2点を追いかけますマリーンズの攻撃、先頭バッターは安田。第1球投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか、見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、1球外してボール。次が4球目、投げました、カットボール、見逃し三振。バッターは7番岡、岡、背番号25。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは8番藤岡、藤岡、背番号4。さあ5球目、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。リプレイをご覧ください。石橋、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって2対0です。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番加藤、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、初球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って荻野、第4球を投げた、打った、飛びつく、1、2塁間ライナー破っていった。荻野ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番藤原、第1打席はピッチャーフライに倒れています。もう1回ここで1塁へ牽制球を送ります。第1球投げました、ストレートはボール。第2球投げました、低めストライク。投球は3球目、3球目ストライク。第4球を投げました、落ちるボール、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。さあ5球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。石橋ナイスピッチング。3回の表が終わって2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターはレアード、最初のバッター、外角低め、見逃し三振。さあリプレイです。バッターは DH の山口、第1球投げました、初球決まってストライク、まずは決めてきました、投げました、打ちました、アウト。これで2アウト、ランナーありません。
バッターは6番安田。今日2度目のバッターボックス。外れたボール。さあ5球目。内角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。石橋、最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって2対0です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは岡。打った、ファールボール。第6球を投げた、外れました、フォアボールです。いきなり歩かせてしまいました。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球はこれから3球目。シュート、見逃し三振。石橋、3球で仕留めてみせました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げた、おっとし、打球。第2球打ちました、引っ掛けた。サードから一塁送球、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。ここまで2安打の荻野。第1球初球空振り。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。投げた、フォークボール、見逃し三振。石橋、ナイスピッチング。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回の表が終わって2対0、イーグルス依然2点リードを保っています。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは藤原。今日はピッチャーフライ、打ちました、1・2塁間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは中村。これが3度目のバッターボックス。カットボールはストライク。投球これから5球目。打ちました、当たり損ない、続きベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスにはレアード。今日はピッチャーゴロと三振。投げた、ボール。第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。石橋、最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって6対0です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは指名打者山口。今日は三振とサードゴロ。第7球は打ちました、いい当たり、三遊間、ライナー破った。山口、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは安田。ここまで2打席連続三振。打った、茂木、ボールを掴んだ、二塁送球、二塁フォースアウト。一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。初球ストライクから、ストライク、もう追い込んでいます。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、打った、打球はセンターへ、センター前のヒットになります。二塁はセーフ、岡。イーグルス見事勝利を収めました。勝者楽天イーグルス。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧